熊本地震、南海トラフと無関係、沖縄の地震活動に影響も、発生から24日で10日を迎えた熊本地震、西日本の南海トラフで起きる地震の前兆ではないかと心配する声もネット上などで見られるが、専門家は無関係と否定している。熊本地震は九州以南の特異な地殻変動と関連しており、沖縄地方の地震活動に影響を与える可能性も懸念されている。南海トラフではフィリピン海プレート、岩板が陸のプレートの下に沈み込んでいる。この影響で西日本の陸地は北西方向に押されて歪みが蓄積しており、マグニチュード8級の南海トラフ地震が近づくと、活断層が動いて内陸の直下型地震が増えることが知られている。昭和19年の東南海地震では、発生前の数十年間に鳥取地震、M72 などの直下型が多発、平成7年の阪神大震災、M73 も次の南海トラフ地震の準備過程の一つと見られる。では今回も前兆なのか。名古屋大の山岡幸春教授、地震学は、内陸で地震が活発化するのは中国、四国地方までで、九州は関係ない。熊本地震が南海トラフ地震の引き金になることもない、と否定する。九州南西沖から沖縄地方の海域には、沖縄トラフと呼ばれる海底盆地が伸びている。ここは南海トラフと違って海溝ではなく、海底を南北に引っ張り拡大するような力が働く。この影響は九州中部にも及んでいるとされ、熊本県などに別府島原地溝帯という溝状の地形を形成。周辺に多くの活断層ができた。熊本地震はこうした大規模な地殻変動を背景に起きたもので、気象庁も南海トラフ地震とは仕組みが異なり、影響を与えることはない、と見ている。地震活動は今後、さらに東西へ拡大するのか。地溝帯の東側には、16世紀に広範囲で連動した中央構造線断層帯という長大な活断層が隣接しているが、東大地震研究所の小村隆史教授、地震学派、発生間隔は2000から3千歳で次の地震のエネルギーはまだ十分に溜まっておらず影響する可能性は低いと話す。民の声に続く。